ありましたか。毎年何がいいか迷いますよね。そこで今回はこちらをご紹介します。トーマスレッツゴー大冒険、みんな大好きトーマス。こちらは電池を使用しないので安心安全経済的です。それでは遊んでいきましょう。ギミックの説明をしていきます。一番右のレバーを引くと正面の吊り橋みたいなのが上下します。なんか怖いです。次は隣の赤いボタンを押すとすぐ手前の道が上下します。上の段に移動できます。次は隣の黄色いレバーを引くと奥の橋が開閉します。個人的に一番好きです。次は隣の赤いレバーを動かすと手前の3つの道路が動きます。ダイナミックですね。次は隣の緑のハンドルを回すと左の山のコンベヤーとヘリコプターが連動します。よく作り込まれています。最後に一番左の黄色いボタンを押すと山の頂上が飛び出します。これでヘリコプターとドッキングします。この商品にはトーマスとパーシーがセットでついてきます。トーマスを実際に動かしてみましょう。まず3つの回転板で先に進んでいきます。山を登ります。頂上でヘリコプターを待ちます。ボタンを押してドッキングします。橋を架けて渡っていきます。この道を上げて橋の下をくぐって進みます。短いながらも様々なアクションで楽しませてくれます。最後に迫力あるアングルを2倍速でお楽しみください。いかがだったでしょうか。トーマスレッツゴー大冒険、とっても楽しいですよ。ちなみに上位版のトーマスレッツゴー大冒険デラックスというのもあるので、気になった方はチェックしてみてください。ということで皆様も子供たちと素敵なクリスマスをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。Thank you.